行くぞ。足元の石板がスイッチだったみたいね。危険な天候にご注意ください。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリンガー。何やろうっての。行くぞ、うん、お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんとあんた強いわね。向こう側で火が上がったな。行ってみるか。階段が出てきたぞ。不思議。どういう仕組みなの？
ここも開いたな。この先何があるかわからねえんだ。お前ら気抜くなよ。さあ、チョッパー、コガニーの匂いだ。こんなところに引っ越しクラブがいるのか。あそこコガニーだ。おーい、調べていたの？まだ内緒よ。もう少し情報が集まったら話すわね。
っと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 。なんだ？何も起きねえぞ。先に動かさなきゃいけない仕掛けが他にあるんじゃないかしら。ロビン、これカブトムシか？いいえ、スカラベよ。あれは？どうした、ロビンちゃん。天井の絵が気になったのだけど、今は関係なさそうね。行くぞ。お、なんか反応したぞ。この図柄って岩山の遺跡にいたあの怪物かしら。よし、
この図柄は蛇か。多分な。それより何か仕掛けが作動したみたいだぜ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ロビンがやべえ。ウソップ、心配しないで。私の番ね。やっと俺の出番か。よし、任せろ。やっと俺の出番か。いつでもいいぞ。そこをどけ。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。俺の番だな。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。任せて、行くわよ。これでおしまいね。さあ、先を急ぎましょう。俺は…あて。行くぞ。誰かに似てねえか？あ？誰かって誰だよ。よし。どうやら合ってたみてえだな。よし、行くぞ。今の力を試すにはうってつけだな。こいつだけは急いで倒さねえ。わかった、一気に行くぞ。俺が相手だ。はっ。
いつでもいいぞ。刀の旅に来てやる。さて、どうしましょう。そこまで。これでどう。悪くないよね、この力。行くぞ。よし。扉の鍵があるとしたら、あの中に。みんな、行きましょう。その鍵があれば、あの扉も開くはずよ。連中がわらわら現れやがったぞ。バロックワークスのエージェントたちだわ。私たちがここへ来たことにクロコダイルが気づいたみたいね。どうするの。全員ぶっ飛ばす。おっとっと。はっ。へい。俺は化け物、強いんだ。あら、雰囲気が変わったわね。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。いつでもいいぞ。邪魔だ。そこまで。いい。大丈夫。みんなのこと。海の一里。怪我は俺が治してやるぞ。なんだ、これっぽっちで俺をやろうっていうのか。心配いらねえ、任せろ。刀がうずく。行くぞ。
ゴムゴムのガトリング。さて、行くわよ。行くぞ。存分にやらせてもらうわ。ちょっと痛いの？これでおしまいね。さあ、先を急ぎましょう。力を取り戻せたみたいね。任せろ。やっと俺の出番か。アラバスタ王家の、きっとビビちゃんのように可憐な王女様も眠ってるんだろうな。死んでんなら全員ブルックみたいになってるんじゃねえか。夢壊すようなこと言ってんじゃねえ。
俺は強くならなくちゃいけ。俺は勝て。ちゃんにって頼りになるわね。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。待ってるっていうのに、まっ。まとめて下ろしてやるか。ここ。ロビンちゃんの言う通りだ。そのまま静かに寝てやがれ。この場所を代々守り続けてきたアラバスタ王家の思いも。歴史とともにここで静かに眠っているのかしら。被害を加える前に。サンジ君、私も協力するわ。分かった。だが無理はするなよ、ナミさん。あなたたちの相手は私よ。やっと俺の出番か。
よし、交代だ。トレインタフルール、よし、行くぞ。行くぞ。鬼みんなで力を合わせるんだ。敵がいるんだよ。待ってろ、クロコダイル。さて、行きましょう。準備はできてるぞ。行くぞ。さて、行きましょう。うひょー。おいおい、行ってる場合かよ。
ゴムゴムのガソリンが！存分にやらせてもらうわ。邪魔だ。あなたたちの相手。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。これでどう？まだだ。やべえ。刀がうずく。まとめて相手してやる。刀の髪にしてやる。しろよ。任せて。ちょっと黙ってて。さてと。
そっち行け。邪魔だ。これからだ。俺たちの力見せて。でどうだ。あなたたち行くわよ。俺が相手せよ。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。邪魔するなら容赦しないわよ。ちょっと痛い。これからだ。行くぞ。さてと。そっち行け。次も俺にキャプテン。行きましょう。やるか。トレインタフルール。とうとう俺を本気にさせやがったな。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。どうしましょうか。トレインタフルール。よし、かかってこい。そっち行け。刀のためにしてる。そのまま寝てる。
こんなところに何しに来やがった、麦わらのルフィ。お前をぶっ飛ばしに来た。口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。このグランドラインにゃよ、何をしに来た、麦わらのルフィ。お前から国を取り返しに来た。国？おかしなことを言うやつだ。国はこれから奪うのさ。もう奪ってるじゃねえか。ここが本当にあいつの国なら、ビビはもっと笑ってられるはずだ。それが戦う理由か？他人のために死ぬのか？この国もあの王女も海賊のお前らには何の関係もねえだろ。ビビは人に死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとするんだ。ほっといたら死ぬんだよ。お前らに殺されちまう。わからねえやつだ。だからその厄介者を見捨てしまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが、あいつが諦めねえ限り俺たちも戦うことをやめねえんだ。たとえてめえらが死んでもか。死んだ時はそれはそれだ、ぶっ飛ばしてやる。やっと俺の出番か。ほう、いいデザートラスパーだ。やべ、クソ、血が。俺の番だな。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパ。クソ、血が。これで大丈夫なはずだ。おう、助かるぞ、チョッパー。おう、ガルファン。まだまだ。ゴムゴムの大丈夫なはずだ。
助かるぞ。ほう、いい。デザートラスパーだ。やっべ、こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。ムートンシャット。俺から行く。救われるわね。はあ、クロコダイルを倒したことでな。まさか二度も戦う羽目になるとは思わなかったぜ。あんたはクロコダイルと直接戦ってないでしょ。やったー、力を取り戻せたみたいね。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。おい見ろ、クロコダイルのやつ。おお、なんだあれ。どういうこと。あんな状態見たことないわね。何が起ころうと変わらねえ。俺はワニのやつをぶっ飛ばしてビビの国を取り返す。どういうことだ、何が起きてる。気をつけろルフィ、様子がおかしいぞ。これで元気になるぞ。お前、俺にグランドセッコ、グランドデスカフェロ。ほった。無駄な抵抗はやめろ。これで元気になるぞ。逆らうのか、バルハン。俺
それは諦めが悪いんだ。私が必要ってことね。これで元気になるぞ。ありがとう。お前、俺にデザートラスパーだ。やっべ。くそ、違う。ゴムゴムの。クソ、違う。ムートンショット。その程度だ。これで元気になるぞ。ありがとう。お前、俺に逆らうのか。バースコート。ぬぼれるなよ、小物が。死ね。ゴムゴムの。ジェット。これで元気になるぞ。ワルファン。ほった。
これで元気になるぞ。ありがとう。お？バルワン。反撃開始だ。バースコート。ぬぼれるなよ小物が。いけるか。ゴムゴムのブレッド。無駄だ。おいお前、おろしちまうぞ。ゴムゴムのブレッド。ふざけるな。海の一流コックは技もようやく感覚目指すわ。どこの馬の骨とも知れねえ小僧がこの俺を誰だと思ってやる。やろう。サーブルスペシャード。戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビビ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まる。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が薄まっていく。ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王コムラも姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。仲間の人たちは町に出て行かれましたよ。探しに行かれますか。今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。私も一緒に行くわ。よし、じゃあみんな探すか。
で。とチョッパーだ。あ、ルフィ。迎えに来たのか。わかったよ。すぐに戻るぜ。ルフィ、迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ。宮殿に戻って。ルフィ、迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ。宮殿に戻って。
直すの大変そうね。まあな、けど大丈夫だ。そうなの？どうして？だってみんなで直してるじゃねえか。うん、それもそうね。Thank you.
ありゃ。もう時間か、ルフィ。マドモアゼルとの別れは寂しいが、行くしかねえな。あるじゃねえか。任せろ。
迎えに来てくれたの？ありがとう。行きましょう。あるじゃねえか。よっ、よっと。おう、ルフィじゃねえか。宮殿に戻るんだろ。さっさと行くぞ。そろそろ宮殿に戻るか。ロビンが来れないのが残念だな。そうだな、チョッパ。ロビンちゃんには今度俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺も三時のアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。行くぞ。
私のお金、私の出番ね。私の出番ね。街の雰囲気、ずいぶん変わったわね。街の雰囲気、最初に来た時と。そうだな。行くぞ。いたら全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。魔法、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ、及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま、それも偽りのない私の気持ちなの。ビビちゃんね、みんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん、このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。
明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれるのかな。本当か？一緒に来るのか、ビビ。そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、ビビちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ。弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな本当にありがとう。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたい？そんなに似ちまうのか？その
マネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると、迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。熱し合い。あとアラバスター、ついでかよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。あの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。
来るぞ。なんでだよ、前とは違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんな、あ、見ろ、来たぞビビだ。じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風に繋がっていれば一度で済むわ。うわなるほど。どういうことかしら。
記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂人の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。大丈夫か、リム。顔色が悪いみたいだ。別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー触るなよ。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接リムに聞いてみるがいい。そうか、じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これはムカシック合成機。キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それで、そのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど、私にはわからないわ。合成の理屈は、こいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに、今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて、息の合った二人にしか使えないから。腕が4本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、4本あればいいのかしら。
任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。あら。よかったじゃない。少しは強くなれたかしら。貸せとけ。貸しとくぜ。お、腕が鳴るな。さあ食え。さあ食え。おお、こいつはうめえな。さてと、行くか。
デューは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。